皆さんこんにちは。せーの、ウィニジュ、私チンニジュです。ハナドゥセウィニジュ、アニョンセヨ、ニジュミド。マコさんはしっかりした実力でいつも上位にランクされ、さすがマコと絶賛されましたね。またチームの最年長として心強いリーダーシップを見せました。これからもメンバーの支えになって素晴らしい活動を見せてくれることを期待しています。ミッションごとに優れたダンスの実力で視聴者の視線を集めたリオさんは、絶え間のない努力でボーカルの実力を上げ、デビューのチャンスをつかみました。マヤさんはミッションごとに優れた表現力で見る人を釘付けにしました。これからはグループ NiziU のお母さんとなり、いい活動を見せてくれると思います。リクさんは小さな体から出てくる安定的な歌唱力を認められました。時にはお茶目だけど可愛い魅力で練習生たちのビタミンになってくれましたね。これからはグループ NiziU のビタミンとなり、元気な姿を一回見せてくれることを期待しています。彩香さんは白い髪のように素早く歌とダンスを吸収し、急速に成長する姿を見せました。ミッションを重ねるごとに成長する姿を見せてくれたまゆかさんは、優しく温かい性格で練習生たちの力になってくれました。グループ NiziU のメンバー、まゆかさんのこれからの活躍を応援します。今さんは可愛いルックスと違ってユニークなラップとジェスチャーで存在感を大きく表しました。そしてミッションごとに全く違うコンセプトを完璧に披露し、 Born to be Idol という評価を受けました。ミーさんは優れた歌唱力と様々な曲への集中力で注目されたメンバーですね。いつも明るくてポジティブなチームの末っ子ニナさんは、優れた歌唱力と安定的な高音でとにかく信じて聴けるボーカルという絶賛を受けました。来年3月と4月に皆さんの元へ会いに行くので、勇気と決意、夢と情熱を持っている皆さんのたくさんのご応募をお待ちしております。皆さんの夢を叶えるためにたくさんのエントリーをお待ちしています。さあ、ではすぐ会いましょう。